どうもブラボーどうもブラボーはいげ <laughs> ましたね。はげましたね。はげましたおめでとうございます。はい、ということで、えっ、ー、と、今日元旦っすかえっ、ー、と、18時からですね、ウラメルマガの方で、えー、390円用意しました。サンキューサンキューハゲハゲ <laughs> ハゲハゲハゲ で 8? あ800円のちょっと用意すればよかったですね。は8まあいいや。まあ、とりあえず390円の用意しましたので、あの390円です。お金が、吉谷さん、お金がないんです。390円ぐらいはあるでしょう。多分多分ある。<laughs> まあい,いいんですよ。1円も払いたくないっていう人はね。あの まあでもね、多分ね、お正月なんかそばにお金払うとか、別に僕ね、年越しそばあんま興味ないんですけど、なんでみんなそば食うんですかね。まあ何か多分正月に金払ってると思うんですよ。そ年越しそばなのか、まあ、神社にね、おさい銭入れるのか、まあなんかお正月買ってるじゃないですか。まあ390円くらいなんか買ってるでしょ。お金がなくても、なんかに。そう。でもその使ったお金はなんかリターンがありますかうん。 まあ学びにね、学びにお金を使った方がいいんじゃないかなと。まあ人生変えたいとかね、収入変えたいんだったら、学びに金を使えと。うん。どっちにしろね、金使うので。どっちにしろ生きてたら金使うじゃないですか。うん。ね、僕があのブログかなんかで書いたかな。なんかその、僕ね、あと <laughs> 人間ってすげえ愚かだなと思うのが、その、まあダイエットあるじゃないですか。 で、その、美味しいものを食べたいっていう欲求はありますよね。美味しいものを食べたいみたいな。で、美味しいものを食べるってお金使うじゃないですか。で、太るじゃないですか。で、太ったら今度、太る、痩せるためにまたお金使うじゃないですか。いろんな器具買ったりとかね。あの、ライズアップ行ってみたりとか。で、また痩せるじゃないですか。で、また美味しいものを食いたいじゃないですか。で、リバウンドするじゃないですか。で、また、あの、ダイエット器具買うじゃないですか。なんやねん、この、<laughs> この、人間の負のループっすよね。 めちゃくちゃ負のループやんみたいな。まあそうやって搾取されてんのかなみたいな。<laughs> うまいように搾取されてますよね。うん。いや、僕はあの学びにね、あのお金を払った方がいいんじゃないかなと。まあ別にいいんですよ。美味しいものを食いたいですよね。お正月、なんかおせちですかなんか食べ、食べればいいと思うんですよ。うーん。まあ人それぞれ生き方ありますから少なくても、まあ今年こそは。 今年こそはさすがに吉田さん今年こそは収入上げたいですとか今年こそはやるぞとかねそう思ってるんだったらまあ、その学びに金を使う、えー、っとやる学びといなまあそのなんかこ去年ねトライアル生でその効率的な学習方法は何ですかみたいな質問があったんですけどもあのやることも学習の一つですからね セットなんですよ。だからインプットアウトプットがセットなんですよ。で、アウトプットしてこそ全てなんで、なんかまあ学んでアウトプットする、学んでアウトプットする。だから学ぶ時間、アウトプットする時間、この両方に今年は使っていく。で、お金に関しては全部、あの、とあの知識に投資していくっていうことをやった方がいいと思います。少なくともね、僕も偉そうになんかい,いつも動画で、まあ今年も偉そうに喋りますし、来年も偉そうに喋ると思いますけども。 <laughs> あの一応勉強したんでしょ勉強しました、本も何千冊一応読みました、でね、本も何千冊読みましたっていうことを言ってたんですけど、昔ね、塾生さんで、あやさんっていう人がいるんですけど、吉谷さんなんか本何千冊読んだって言ってますけど、なんかあの漢字書けないじゃないですか、本当に本読んだんですかみたいに言われたことあって、いや、僕、あの本を読むと漢字を書くって別、課題の分離ですみたいな。<laughs> いや別にそこなんか 漢字を覚えるために本を読んでるわけじゃないのでっていうね、まあ言い訳なのかわかんないですけど、いまだに僕漢字書けないですからね。で、漢字を覚える気がないので、漢字は全く覚えないですけど、要は本に書いてある中身が分かればいいわけじゃないですか。で、漢字読めなかったらググればいいんで、はい。ググればいいです。<laughs> 読み方 <laughs>。なんでまあそういう風にもしか読めなかったらググったりとかし,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 してますし、いまだにね。別に漢字、すみません、書けなくても、 あのー、稼げてるし <laughs> だからセミナーでも言われたんですよ。セミナーでも、セミナーやっててね、あの休憩中にね、あの人感じかけないよみたいな。まあそのセミナーは、僕集客以外の,あの紹介経由で来た人もいて、紹介経由の人は僕のこと知らないじゃないですか。だから紹介経由で来た人は、なんかセミナー中、休憩中にね、あの人感じかけないよみたいなね、大丈夫みたいな。で、まあそれ僕、地獄組で聞いてたんで。 休憩終わった後、さっき休憩中なんかは漢字書けないよって言ってる方いらっしゃいましたけど、その通りです。すいません。みたいな。だけどね、ちょっと考えてほしいんですけど、なんで漢字が書けない僕がこのセミナーの講師としてこっちに立っていて、漢字が書ける皆さんがそこにいるんですかと。ね、漢字を書ける皆さんがなんでお金を払ってセミナーを受ける側にいて、漢字が書けない僕がなんでこっち側にいるんですか。じゃあ、その違いを今からお伝えしていきますね。みたいな。<laughs> みたいなまあ、もうすぐネタにして喋ってたんですけど。 <laughs> だから、あの、感じかけなくてもいけますよ、大丈夫です、なんとかなる、な <laughs> んとかしてますし <laughs>、でもね、勉強はほんとしましたよ、まあ、昔、だからね、あのー、なんか、僕が勉強しなかった、昔ね、まあ、中学校の成績、オール1の中学校の成績、オール1でした、どうですか、中学校の成績、オール1でした、僕、オール1です、学校行ってないし、勉強しなかったんで、学校行っても寝てるし、で、なんでかっていうと、 まあよく言うんですけど、まあ、理科のね、リトマス紙実験とかあるじゃないですか。これなんかアルカリ性酸性分かってもこれ俺使うかなみたいな。<laughs> なんかね、僕は見いだせなかったんですよ、当時。その勉強しま、まあ、義務教育絶対勉強しろみたいな話じゃないですか、ね。義務教育って絶対勉強しろみたいな話ですよね。 これ勉強してなんか意味あんのかなっていう、その、その時はね、自分の中で意味を見た、見出せなかった。このリト、理科を勉強して、このリトマス紙がアルカリ性なのか酸性なのかを覚えたところで、将来何に使うのか、自分で意味を見出せなかったんで、僕勉強しなかったんですよ。英語とかもそうです。俺、え、外人と結婚するかなと。外人となんか S かなと。意味ねえな別に、でその、グローバルで生きるんだったら、 外人とコミュニケーションするんだったらね、いいけども、俺、日本人だから日本でええや、みたいな思っちゃって、もうその時点で英語を勉強する意味がないですよね。だって、英語と触れなければえ、外人と会話しなければいいわけじゃないですか。<laughs> だから英語しなくていいなと。でもね、僕の考えは、結構ね、あのこの世の中がこう流れていく中で、あの翻訳の機会がめちゃめちゃ出てきたじゃないですか。しかも超高性能。だからまあ、ドラえもんのね、 こんにゃく、こんにゃくみたいな、あるじゃないですか。こんにゃく食うと通話見てるんで。で、今度、多分もう10年後とかは、もう同時通訳で、もうこう機械置いとけば同時通訳で勝手になると思う。てか、英語覚えなくていいんじゃねみたいな。<laughs> <laughs> もう,こう、この機械置いとけば勝手にもう同時通訳してくれるみたいな、絶対出るでしょ。今ももうそんな感じで出てると思うんですけど、多分もう10年後なんか絶対ありますよ、余裕で。多分。ね、どうすか ここに置いとくだけで勝手に同時通訳してくれるみたいな。多分まあ今もあるかもしれないですね、探せばね。だからまあ勉強をそうしなくてもいいんじゃないかな、みたいな。<laughs> まあね、まあその、いや、そういう機会を通してコミュニケーションじゃん。だって出川哲郎さん、見てください僕出川哲郎さんの、あの、めっちゃ好きなんですけど、英語ぐちゃぐちゃなんだけど、会話、あの、コミュニケーションできてるんですよ。ね。あの、イッテきの、あの、なんか、あの、初めてのお,お使いをパクった、あの、感じのやつなんですけど、 そのなんかすげえ英語なんですよ。だけどつ、なんかそれでも目的地に行けるんですよ。だから英語がちゃんとネイティブで話せなくても目的地に行けるっていう出川哲郎さんのあの伝説的な番組なんですけど、ね企画。あれめちゃめちゃすごいですよ。いやでも本当にそうで、なんか,なんか頑張れば伝わるんですよ。え片言でもね。<laughs> だから別にいいんじゃねえかなと思うんですよね。まあそんなに海外もいかんしね。 何の話でしたっけまあ、お正月セールスですね。なんで、まあ、あの、あ、そうそう、それで、まあ、僕は、その、幼少期ね、まあ、その、勉強全然しなかったんですけども、なんか、その、ね、ことネットビジネスですよね。は、お金に直結するっていうのが、誰が見てもわかるじゃないですか。ネットで稼ぐ、例えばマーケティングとかコピーライティングとか、まあ、その、成功するためにはどういう考え方が必要なのかっていうのは、これもう、成功したいんだったら、もう直結じゃないですか。少なくても、 アルカリ性、リトマス氏の理科のアルカリ性酸性が分かって金稼げるかっていうと、ちょっとまあ、まあ、まあ分かんないですよ。その、その研究機構に行けば、その研究機構でなんか実験するだろうし、すみません、僕はそういう職種で働かないのであれなんですけど。<laughs> なんかそのマーケティング、コピーライティングとか、成功哲学とかね、考え方とか、これはまあお金を稼ぎたい、成功したい、自由な生活を手に入れたいっていう上で、僕、僕はピンポイントだなと。 もう理由付けがもう明確、はっきりしてる。これを勉強する意,意,意味があると。意義があるっていうのがね。まあ今,今となってはね、意味がないことです,ですら意味があるっていう考え方もできるようになりましたよ。当時はね、その中学校の厨房の時なんかは、これ意味ねえじゃんで終わりだったんですよ。でも今はいろいろな考え方ができるので、意味がないことでもどうやったら意味をつけられるのかっていうことはできますよ。 だから今、今だったらね、このアルカリ性の理科のこのリトマス紙の実験が将来どういうふうに役に立つのか応用が効くのかっていうきっとこうだろうなみたいな意味付けはできるんですよ。だけどどちらかというとですよ。どちらかというとお金稼ぎたいんだったらピンポイントのは良くないですか。周りくどくじゃなくてピンポイント。これ勉強しとった方がいいよねっていうお金稼ぐためにはね。ピンポイントでやっとった方が良くないですか。どちらかというとう。 まあいろいろね、その、あのー、いろんな方向性で考えたら義務教育は必要だよね。め,めちゃめちゃ将来のためになるよっていう意味づけはいくらでもできるんですよ。だけど、どちらかというとピンポイントで勉強した方が、まあいいんじゃないかなと。<laughs> で、ピンポイントで勉強して勉強すれば勉強するほど大きいフレームも分かってくるんで。うん。ただまあ、まあ、お金稼ぎたいとか収入変えたいとか人生変えたいんだったら、 まああのそのそれを,なそ,れをたそれを実現できる勉強をした方がいいと思いますね。うん例えばその、ね、分かりやすく言うとリトマス紙のアルカリ生産性が分かって でもマーケティングとかコピーライティングとか、まあ、成功するための考え方とか学んでそれを実践できるようになったら、まあ、これは多分まあ普通にまあ考えれば分かると思いますけど自由な生活を得られるじゃないですか,、うん、だか僕はもう将来自由な生活あの好きな車で全国を旅しながらこう自由にやりたいっていうのをすごく思ってたんで まあ今年から、まあ去年も行きましたけど、今年からもう毎年の車で鹿児島から北海道行くって決めたんで、もう毎年恒例で行きます。もう車で。もう、あの、年も年ですから、行けるうちに行っとかないといけないなって、もうあの決めました。なんで、今年も行きます。車で。鹿児島から北海道。う毎年行きます。で、まあいろいろその、鹿児島から北海道って、まあ、この、あるじゃないですか。だからいろんなルートで行くっていうね、毎年一回楽しみでちょっとやろうかなと。 でもそれもできるのはもどこ、まあ、僕がパソコンあればどこでもできるし、別に関係ないわけですよ。別に車の中でやろうと思えばできるし、本当にどこでもできるんで、パソコンあればね、ネット回線もどこでもあるし、北海道の宗谷岬、最北端の宗谷岬の道の駅にも Wi-Fi 入ってるしね、LT も入るし、もう今はね、ネット回線もどこでもあるからね、うん。だから本当に僕はネットで稼ぐっていうま、まあ、の、ことを勉強した方が、まあ自由なね、僕みたいな自由な生活したいっていうことであるならば、 しかも個人ででしょ個人で、個人で人を雇わず、誰も雇わず、誰も雇わず。まあ、今回のね、お正月セールのセールスレターにもちょっと人の雇う、雇用するのもちょっと入れましたけど、僕は人を雇わない。もう完全フリー、自分一人で行くっていうのを決めてるので、うん。まあ、僕みたいな生き方ですね。 うん、でもその従業員チームでワッションやったりとか、えー、従業員を雇って大きくしていきたいと年賞1000億とかねなんかそういう大きい、えー、そのすげえ会社を作りたいっていう人は僕じゃないので違うとこ行っていただいて僕は個人で一人でたった一人で自由をつかむっていうね逆に言うと一人だからこそ自由になれるっていうところがあるんですよまあこれは実際昔僕は従業員雇ってたことがあるので まあそれで僕は,僕は合わなかったですし、従業員は雇うと雇うと、人と人のその関係性ができるので、いろいろ考えないといけないですよ。ね、従業員ちゃんと仕事してるかなとかね。あと従業員のモチベーションを考えたりとかね。<laughs> まあいろいろあるわけですよ。従業員同士の喧嘩、派閥もあるし、紛争もあるし、ね、いろいろあるんですよ。 だからね、人を雇うつのはね、ほんと大変だなと思うんですよ。で、なおかつその、しかもその、教えないといけないしね、仕事を教えないといけないし、で、給料も上げないといけないし、で、僕が行き着いたのは、やる気ある人、やる気ある人からしっかりお金をいただいて教える。これは、マじ、これがめっちゃいいと。<laughs> 従業員前、まあ、給料をもらうために来てる人に教えて、給料を上げてっていうよりかは、絶対 絶対、やる気ある人からお金をいただいて教えた方が、めちゃめちゃ生産性あるなっていうか、まあ、僕はそう思いましたね。僕は。うんう。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、2023年ですか。えー、なんか買いたいっていうことなんだが、まずは、知識にお金を使う。 そしてスキルをつけるために時間を使うっていう。だから知識にお金を使う。スキルをつけるため、磨くために時間を、スキルを磨くために使う。お金は知識に投資する。時間はスキルを磨くために、そこに時間を使っていくっていうことをすれば変わります。でもこれをしないと変わらないです。変わらないです。まああとはね、やっちゃいけないのが、儲ける方法に金を払うってことですね。 儲ける方法に金を払うっていうのは良くないです。まあこれ大抵失敗しますので、儲ける方法にね。要は自分のスキルを磨くっていうことで、教材を買って、しっかりやっていくっていうことをやらないと多分変わらないですよ、はい。まあ僕はね、まあずっとそういうお客さん、まあこれからもね、多分まあ、本も本なんで、情報詳細完全バイブルみたいな本出してるんで、まあこれからも一多分死ぬまでノウハウコレクターの方が来ると思うんで、まあ、ずっと行ってきますけども。 まあちゃんとやりましょう。あのー、スキル、裏切らないですよ。他人は裏切るけど、自分のスキルは裏切らないです。これ、本当にマジですから。他人は裏切ります。人と他,他者は裏切る。だって、人間って心が変わるんで、しょうがないじゃないですか。ね。神父さんの前でね。神父さんの前で、親族めっちゃ言います。親族めっちゃ言います。神父さんの前で永遠の愛の誓ったとしても、変わるんです、気持ちは。気持ちは変わるんです。30%は離婚してます。<laughs> それが人間ですよ。だって変わるんだから。でもスキルは変わんないですよ。磨けば。ただ僕はね、スキルは裏切らないっていうね。己のスキルは裏切らないってい、もうもうね、いろんな経験してきてここに行き着きましたね。自分のスキルを磨く。で、自分のスキルは誰も裏切りようがない。誰にも裏切られないっていうね。これが僕は究極だと思いますけどね。うん。誰に支配されることもなく、誰からも裏切られることもなく、己のスキル。 があれば生きてていけるっていう <laughs> だからこれはね僕が好きな言葉であのまあアドラーの心理学で出てくるんですけどもえっ、ー、とね「結び目結び結び目結び目,結び目ディディアンドルの結び」なんだっけなあのなんかね、えー 何ですかねなんだっけななんか伝説があるんですよアレアレクト。アレクトロサンダス。あ、ゴルディアスの結び目だ。すみません。ゴルディアスの結び目っていう話がめちゃめちゃ好きで。これアレクサン、アレクサンダラスロス大王っていうやつがいて、昔ね。で、その、ゴルディアスの結び,結び目っていうのがあったんですよ。で、これは、なんかその言い伝えがあって、その、これはほどけないと。 で、これをほどいたやつはすげえ英雄になれるみたいな話があってその大王アレクサンダルス大王がねその結び目を見るや見た瞬間にねあの剣を持ってねブチって切ったんですよでその大王が言うんですよ大王が俺は運命なんかに左右されないと俺は己の剣で運命を切り開くんだみたいな なんかそう言い伝えがあったんですよね。それをほどけたら、それを解けたらすげえ人になれるよみたいな言い伝えなんですよ。でも、みんなほどけないですよね。で、切っちゃったんですよ。<laughs> いや、周りから見たらね、周りから見たら、いやいやいや、そういう話ちゃうやんと。いや、そんなこ、そんな切ったら誰でもできるやんって話なんだけど、誰もやってないわけですよね。要は、みんな言い伝えに支配されてるわけじゃないですか。ね。その、その常識に支配されてるわけじゃないですか。結び目は、 手で結ぶ、あの、溶かないといけないっていう常識に支配されてるし、その言い伝えに支配されてるし、しかし、その、アレクサンドロス大王は、そんなの関係ねえ、みたいなね。<laughs> バーンみたいに切って。で、その後、そのアレクサンドロス大王っていうのは、結局、いろんな土地を制覇したっていう言い伝えがあるらしいんですけど、僕、その話がめっちゃ好きで、なかなかファンキーだな、みたいな。<laughs> なかなかファンキーな人が世の中にいるな、みたいな。 でも,もう本当にそうだと思うんですよね。運命なんか自分で切り開ければいいと思ってるんで。運命に支配されない。自分の道は自分で決めていく。でもその自分の道は自分で切り開いていくためには、己の剣、まあ、スキルですよね。まあ宮、宮本武,武蔵さん、宮本武志田さん、二刀流のこの、なんかこの技術というかね。己のスキルがないと、まあ、道は切り開けないですから。 でも逆を言うと、そのスキルがあれば切り開けるんですよ。いくらでも開拓できるんで。うん、まあ大変かもしれないですけど、まあ間違いないんで。<laughs> だから僕は間違いないと思うことをやり続けますね。だから動画に関してもトークスキルは絶対必要だと。あ絶対必要というかあった方がいいですよね。ビジネスをやっていく、お金を稼いでいく上で、話すスキル、伝えるスキル、絶対あった方がいいじゃないですか。プレゼンスキル、営業スキルとかね、トークスキル。 絶対あった方がいいじゃないですか。てか、商品なんか5万とありますから、別に自分が商品なくても、売りたい会社、商品いっぱいあるわけですよね。それが僕が代わりになって営業すればいいわけじゃないですか。商品無限にありますよ。商品に困ることはないんですよ。まあ、ネットビジネスだったらアフリエイトみたいなのありますけども。いや、嘘、みんな売ってほしいじゃないですか。で、売れないくて困ってるわけじゃないですか。営業力あったり良くないですか。じゃあ営業力って何なんですかトークですよ。まあ、まあ、ネットだったらコピーライティングとか。で、それ普遍なんで。 人,人に何かを売るっていう、こ,れこの縮図が変わらない限り、絶対不変だから。だから僕はこの、やりまくるんですよ。トークね。で、昔まではゴーストライターとして文章を書きまくってきたんで、トークはやってなかったなっていうところで、今トークに振ってね、YouTube 考ガえンガンてますけども。でもね、ガンガン YouTube やった結果、まあ、ペラ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 一応喋れるようになりました。上手いか下手かは置いといて。まあ、ペラ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 ,ペラ今も何分だまあ、20分くらいバーって喋ってますけど、台本なしでね。喋れるようになりました。 で、なおかつ、基本的に僕、YouTube がこうメインで今やってますので、まあ、少なくとも僕の話を聞いてあ、なんかこの人おもろいこと言ってるなと。この少ない再生回数でも、なんかピンポイントでね、心をね、くっつかんでねで、商品買っていただけるっていう状態を作ってて、今6年目ですけども、7年目か。もう7年目になりますけども、やってます。で、やっとってよかったなと思います。で、これからもう包丁磨きですね。包丁を研ぐ、トークスキルをこう磨いていくっていうのはずっとやってきます。ずっとです。うん、必要だと思うんで。 な普遍的なスキルをね、なんでみんなこれやんないのかなとそう。コピーとかトークって絶対普遍じゃないですか。なんでこれ本気でやんないのかなと思うんですよね。バカでもわかる。でバカだから逆にわかんのかはわかんないですけど。<laughs> 絶対やったって時代変わっても絶対求められる、あった方がいい。ないよりあった方が、だってお金稼ぐためにないよりあった方がいいじゃないですか。これ絶対やっとけみたいなね。だけどみんなあんまやんないっすよね。あんま興味ないんですかね。 すみません、僕がやります、これからも。もう絶対時代が変わっても変わんないんで、そこは。うん。この2つ、トークとコピーのスキルですね。これは絶対あった方がいいですね。はい。ということで、まあ、お正月セールスですね。えー、18時から、あの、裏メルマーの方でご案内しますので、390円でございます。はい。えー、2商品が390円で、今回5つ用意してるんですけども、2商品が390円で、3つ、 あ残り3つが990円となります。まあ全部9000円以下です。全部1000円以下です。お金がないっていう方もまあ、買えるんではないかなとは思いますんで。はい、では、えー、18時にですね、裏ラメルマガの方で流しますので、この YouTube の下にね、裏ラメルマガのリンク入れておきますので、登録してないっていう方は登録しておいてください。では。